ではこの試合への意気込みも伺いたいと思います。今日のゲストは背番号40番ジョッシュ・スコット選手です。よろしくお願いします。どうもこんばんはそうシーズン入ってから初めてなんですね。 The first time that the season starts. 今シーズン初めて。はい。だから今日は気合を入れて髪をカットしてきた。Yeah, I wanted to look good for everybody, even though it's a rain. ラジオでみんな見えないんですけど、このために切ってきました。はい。そう本当ですか。She caught me. ちょっとね、明日寒くなりそうですか。すごい、綺麗に刈り上がってますよ。Yeah, I mean, we're hearing, I mean, you guys are saying snow's coming tomorrow, so I might have to put a hat on. 雪が降るって今聞いたので、はい、明日は帽子かぶんないといけないかもしれないですね。そうですね。練習ありますからね。はい、通訳はチームマネージャーの加藤俊明さんです。加藤さんよろしくお願いします。さあ先週末まず試合振り返っていこうと思うんですが、新潟アルビレックス BB との試合でした。新潟行きました。雪大丈夫でした？It was okay. It was just cold. And they have a little bit more snow than we have. I think it was snowed last week here in Utsunomiya, and it was only like a little bit. And I was kind of scared. And seeing how much snow they have, yeah, I hope it doesn't do that tomorrow. まあ、雪はありましたけど、まあ、大丈夫でした、はい、まあ、とても寒かったですけれども、はい、でまあ、前回宇都宮で雪が降った時、うん、まあまあ少しだったんですけど、はい、まあ、それよりはもっとやっぱり積もってた、たくさん積もってたんで、まあ、明日はそんなにたくさん降らなければいいなと思ってますそうですよね。寒いの苦手ですか？I'm okay with it、but I've been spoiled since I've come to Japan. My first year, you know, Shimane has snowstorms、but then I lived in Okinawa for 2 years which, you know, no snow、and I mean,living here the past 3 years there's barely any snow、right. so I've become weak to the snow but my home is lots of snow まあ大丈夫なんですけど、まあちょっとここ6年間やっぱ日本に来てから、まあ1年目は島根だったんで冬場は雪もありましたけど、まあその後沖縄2年と、まあ、栃木で3年で、まあ、栃木もほとんども雪降らないの で、まあ、この雪の降らない環境に、まあ、ちょっとこう慣れてしまって、こう寒さだったり雪に対してちょっと弱くなってしまったかなと思いますまあもともと自分の出身地はコロラドデンバーなんで、すごいたくさん雪降るんですけど、はいはい、そうですよね、はい、まあじゃあちょっとね、その明日の雪は心配でもありますけど、まあ、でも新潟から帰ってきたのは大丈夫かなと思いますOkay. そう、先週節分だったじゃないですか。節分、うん、豆まきしてます？ Did you do theI did not, and I didn't have any thrown at me either. So I mean, I guess that's a good thing, maybe. 豆まきもしてないし、豆まかれもしてないから大丈夫だと思う。But I saw a lot of people posting for it, and I think it's a cool tradition. でもインスタとかで、こうたくさん投稿、皆さんがその節分の投稿してるのはたくさん見て。すごい面白い行事だなと思いました。そうですか。やったこと、じゃあ恵方巻きは？ I've not eaten the sushi roll. I've seen lots of pictures of it. 私は見たことありますけど、自分自身ではやったことないです。そうだったんだ。わあ、体験させてあげたかった。ちょ、栃木県なら霜疲れってものを食べるんですけど。節分。そうなんですよ。霜疲れって知ってます？そもそも。I don't know.I didn't think so. あ、そうですか。多分知らないと思いますけど、やっぱ知らなかったです。なるほどね。じゃあ霜疲れ初体験もこの番組で企画したいなと思います。Famous. In 栃木、yes. Yeah. ちょっと見た目がね。ちょっとね。It just looks different. Yeah, different. Like for a foreign person, I might first look like even like people out of the Tochigi. I didn't even know like before I come to Tochigi. So, well, I guess I'm gonna have to try. 加藤さんの表情から何かしらは伝わってる。僕も一応県外出身者なので、はい、僕も栃木来るまで知らなかったってことを今ちょっと伝えました。加藤さんは知ってるんですよね、どんなものかは。一応はい、知ってます。すごい表情出てました。すごい恐ろしそうな顔でスコット選手が聞いてるのが面白かったです。ちょっと本物の調査ね。栃木にいるからにはいつかちょっと食べてもらおうと思いますけどね。さあちょっと試合の方に行きましょうか。試合連勝でした。もう1戦目は100点ゲームです。 First game, 100. はい、ちょっとこの新潟戦振り返っていただきたいと思います。1戦目いかがでしたか？I mean,
game one was, you know, good. I thought we shot the ball really, really well. And, you know, obviously Nagata was missing some players, but I thought that we, you know, competed, and it's always a good day when, you know, we're making shots. And it's a fun game, I'm sure, for the fans to watch too. So I'm glad that happened. あの本当に試合序盤から本当にシュートの確率が良くて、あのこういい試合ができたかなと思う。もちろんあの鬼ヶさんがあの主力の選手を欠いていたというところももちろんあったんですけど、あの自分たちとしてもしっかりこう戦って、まあいい試合ができたので、あのファンの皆さんにとってもこう見ていてあの面白い試合だったんじゃないかなと思います。はい、2戦目続く2戦目はいかがでした？Game 2, we just knew that, you know, obviously after game 1 they were going to come out a little harder. So how we started the game was going to be important. And I think we did a good job overall. But in the end, right now, for us, it's just about getting better and getting the win at the end of the day. So we did both those things. あのまあ、もちろんやっぱその1戦目でこう大差で勝ったので、やっぱりその2試合目というのはより相手もこう激しくやってくるというのは、あの分かって、いて臨んだんですけども、まあ、あの全体通して、自分たちとしてはこうしっかり、2試合とも戦えたと思いますし、まあ、あの今この時期的には、はい、まあ、こうしっかりこう自分たちがやるべきことをやって、自分たちとしてこう成長していくということが、そして試合に勝つということが、重要なので、この2試合はどちらもそれがしっかりできたと思うので、よかったと思います。そうですよ、2戦目も86対54と点差をつけての勝利だったので、このやっぱりあのいい形で勝つそのイメージを持って今度はホームゲームをつなげたいですよね。そのレバンガ北海道戦、ただあの相手チームがヘッドコーチが変わります。どんな風に感じてます？I mean, I don't really know much about it, but I do know that, you know, especially in situations where there's team stress, and I'm talking about on their side, or something big happens, generally you have to rally together as a team, so I expect for us to get a lot of energy from Hokkaido this weekend, and we need to, you know, exceed that energy and be prepared to meet it. So just be prepared for a good fight from them this weekend. But these two games are very important because we're at home and we need to win, especially going into the break. まあ、その北海道さん の, そのヘッドコーチがこう変更になったということについて、まあ、そんな詳しくは知らないんですけども、やっぱりそうい う, こうチームがこう苦しんでいる状況の中でこういう大きなことが起きた後っていうのは、やっぱりそのこうチームとしてよりこうまとまって、まあ、一つになってこう やっていこうという頑張っていこうっていうあの雰囲気になると思うので、まあ、いやそういった直後の試合っていうのはあのよりこうあの相手も激しくやってくるだろうし、はい、まあ、気持ちも込めてよりこうモチベーション高くやってくると思うので、まあ、その、激しさだったり、っていうところもさらにそれを自分たちがこう上回っていかないと、はい、いけないと思うので、まあ、もちろんこう自分たちのホームゲームでもありますし、この、2月この後代表のブレイクが入るあの前の最後 の, こうあのレギュラーシーズンのゲームでもあるので、こうしっかりこう自分たちとしてもこういい形で、ブレイクを迎えるためにもここは絶対勝っていかないといけないので、こうしっかり気合を入れていきたいなと思います。わかりました。そうか、なるほどね。そうですよね。でもあのブレックスは今、まあ、12月に加わった新メンバーたちもこう自分たち の, あのこう実力を発揮するシーンも見られますし、チームとして、まあ、受け入れる方もあの調和がこうどんどん出来上がってるというか。 Yeah, I mean, I think when you practice more and more with people、and then you're on the floor with them、and then they know, like, especially as a new player coming in、I have a lot of respect for the fact that it's difficult to come into a new system、and then like learn and、feel the pressure to have to perform. So、I think the guys that have been new have、done a good job、and are just going to continue to get better.、まあこうやっぱしその練習をこう時間をかけて、
練習を重ねればそれだけやっぱしチームとしてもこう良くなってくると思いますし、あの自分自身もやっぱりそのこうシーズン途中で新しくこうチームに入ってくるっていうのはあのやっぱりすごくこう難しいことだし、その中でこう自分もこうパフォーマンスしなきゃいけないし結果を残さなきゃいけないっていうのはやっぱりそのプレッシャーも強いと思うので、まあそういったあの状況でこうプレーしている選手たちには自分としてもすごくこうあのリスペクトがあるので、あのしっかりこう彼らもしくサポートしていきたいと思いますし、あのチームとしてあの頑張っていきたいなと思います。わかりました。じゃあその、まあ、みんなで力を合わせこの週末も連勝できることを願いつつ、ただ私たちも今回かなり気合を入れてあの会場を盛り上げつつ応援したいと思いますので、はい、応援任せてください、はい、12日あのハーフタイムショーにダイヤモンドユカイさんが来て、ファンの皆さんの気持ちに寄り添う曲だと思うんですが、トイストーリー君の友達を歌ってくれます。あのスコット選手もディズニー作品が大好きだって聞いてます。 I love Disney movies. My favorite one is The Lion King. But I'm hoping maybe, you know, hopefully I'll get to hear some of the halftime show. Hopefully we can hear it from the locker room. But probably be focused on basketball. あのディズニー映画大好きで、はい、一番好きなのはライオンキングなんですけど、あのハーフタイム、はい、まあ、ロッカーから少しでもちょっと聞こえたらいいなと思います、まあ、バスケットボールを一番集中しなきゃいけないんですけど、はい、そうですよね。ちょっとでも届くようにゆかりさんにも大きな声で歌ってもらおうと思いますけど、はい、トイストーリーも好きですか？ You like Toy Story? I love Toy Story. Good story of friendship right there. Which one is the best? 1 through 4 3の方が好き。3が一番好きっていう。そうですか。3ってなんだっけ？ Which one is the one with the I believe so. But it has a sad scene at the end where all the toys look like they're about to get burned. And, oh, yeah. That part almost broke my heart. But other than that, great movie. あの、トイストーリー3、あの、熊の悪役の、が出てくるやつ。はいはいはい、あの最後あの焼却炉でこう焼かれそうになるっていうちょっと悲しいシーンがあるんですけど、はい、まあ、そこからこう救出されるっていう。I think I almost cried when もう焼かれそうな時はもう自分あ女子も本当泣きそうになりましたあ。本当ですか。見てますね。すごいし。息子がいるんで。なるほどね。今回はあの最新作が昨年公開になったので、はいはい、最新作でまた主題歌が出たんですよ。あ、そうなんですか。それも歌っていただくということで、フォートワンの主題歌を。ナイスナイスナイス。まあ多分届くと思いますので少しでも聞こえたらいいです。ちょうどロッカールームですからね。そうですね。あとですね、比江島誠選手の足型を取らせていただいたオリジナルグッズで、マコーズフォーポイント、比江島ステップ T シャツを、with the マコーズフォーポイント。スコット選手も欲しいですよね。あ、すごいいい顔してる。欲しい。もうあのプレゼントになりますので、ぜひ会場にある放送でブースに来ていただきたいと思います。欲しい。欲しい。欲しい。スコット選手も欲しいそうです。ま、ということで、さまざまな楽しみが会場で待ってますの。2月12日の方ですね、CRT 栃木放送デーでお送りしたいと思います。はい、ではあのファンの皆さんにメッセージをお願いします。Thank you for your support. You guys are the best. All your support helps us, you know, get over the, you know, the edge with in terms of winning. You guys always bring the energy, always come in masses, and we just appreciate it. Even for you guys watching from home, we just really appreciate it. 本当にいつも応援ありがとうございます。本当皆さんのこう応援がすごく自分たちの力になって、こういい試合ができていると思うので、まあ、試合会場に足を運べない方もこう家からだったり遠くから応援してくださっている方の応援も本当にすごく力になっています。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、ということで今週はチームからジョッシュ・スコット選手にお越しいただきました。週末頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。そして加藤さんもありがとうございました。ベストオブレックスでした。